源を語るのだ。来たぞ。いよいよだ。善良なる人々よ、彼が我らを守ってくれる。恐れることはない。これからさまよいる魂を呼び覚ます。中には救いがたい魂もいる。彼らから我々を守ってほしい。邪悪な存在を遠ざけ、儀式が終わるまで邪魔をさせないでくれ。始めろ。奴らがストーンサークルに侵入しないよう守ってくれ。生徒は何か。それは死の前の一時の苦しみ。生が終わりし、その後は運命が行く末を決める。今宵死者は蘇り、皆苦しみを与えるであろう。死者に救済を与えるべきか。苦しみを終わらせる時が来たい。ざ万霊祭を始め。さまよう者たちよ、この世につながれし者たちよ、この白き印を見よ。我らは呼ぶ。ここに集え。声が聞こえよ。あとはまことなりや。魂の命を声なき声よ。そうはまことなりや。魂の声は夜のしじまを破らん。天高く光を立て、魂よこの炎に集え。魂よ語れ。今宵はそなたらのもの。その魂を苛むのは何か。お前は誰だ。その男に行け。追い払うか。ダメだ。会いに来たのだ、父殺しよ。去れ、おぞましい者たちよ。永遠の炎の光を浴びよう。これは冒涜だ、やめろ。道を誤った魂を救わなければ。黙れ。降霊術を行うことは許せん。助けてくれ。立ち去れ、儀式の邪魔だ。これは黒魔術、死者の冒涜行為だ。決して許すわけにはいかない。絶対にだ。この辺りの風習は何も知らんようだな。こいつを捕らえろ。他は解散させろ。天井なる人々よ、離れてはならんぞ。誰にも邪魔はさせない。全ては静けき闇の中。今は危機事態だ。恐ろしい。聖地が地で汚された。ここでやめるわけにはいかん。続けてくれ。準備はできてる。善良なる人々よ、万霊祭をやり通すのだ。我らは呼ぶ。ここに集え。魂たちよ、裁きの時だ。全ては静けき闇の中。闇より迫るものは何ぞ。ささやく声、覗き見る目。我らが炎に忍び寄るもの。全ては静けき闇の中に。闇より迫るものは何ぞ。勇気だ。神聖なる血は血で汚された。これでは儀式を終えることはできない。みんな身を守れ。死にたくなければ逃げるのだ。Thank you.
おしまいだ。村人の誰かがウィッチハンターに喋ったとしか思えんな。奴らが追い払った魂はあんたの父親か。また来ると脅していったが、おそらく本当に来るぞ。祈祷師はローアンブロスを恐れない。あの勇気はあんたを父親殺しと呼んでいたが本当か。ああ。助けてやるには全て知っておく必要がある。なぜ父親を殺した。祈祷師は話したくない。あんた一人の手には負えない。怖いんだろう。だがそのままでは勇気に取りつかれてしまうぞ。いいか、奴を追い払いたい。そのために父親が葬られた場所を知りたい。遺体が土に帰れず魂とこの世を結びつけている可能性が高い。アンブロスは沼の底にいる。わかった。遺体を探して何とかしてみよう。晴れてきた。もっと早く。憎い化け物め。アンブロスの死体は原型をとどめたか。潰された頭もそのままなら灰にしてやろう。そうすれば二度とこの世に戻ってくるんじゃないぞ。ねえ、夜は扉に感動をかけるって言うけど、窓をぴったり閉めましょう。どうして信じられるのかしら。
白老、賢き狼よ。狼は何を求める？遺体を見つけたぞ。燃やすしかなかった。よくやった。きっと戻ってきたに違いない。亡霊はもう戻ってこない。礼を言うぞ、言っちゃ。感謝の印だ。薬草や治療が必要ならば言ってくれ。助けになれるだろう、私ならな。